はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムイフトーマ王国編、前回の続きからやっていきたいと思います。まあ、前回ちょっと第4章でゲームオーバーになっちゃったんで、またここからですね。まああんまりちょっと何にも考えなしに突っ込むと、さすがにハードモードなんでゲームオーバーになりますね、これは。なんで多分これね、防塵はね、組んだ方がいいと思うんですよね。どうしようかな。とりあえずでも主人公は行動させて、傷薬は欲しいから、物を交換して、はい、あげると。で防塵を組もう。でリンカーで村のところに行って、ありがとう、女神像みたいなのをもらって、前回上から行って死んだから、ちょっと左から行ってみるか今回は。おお、だいぶ進んでるな。こいつの道を開けてあげなくては。龍馬に無双してもらう必要があるからな。で多分こいつ来るな、左のやつ。火の感はねかなり強いんですよね。あー、ミスったか。でもほらほら、よし、だいぶヒットポイント減ったな。なんか半分くらい減った気がするんだけど、一発で。あとはもう龍馬と火の香に無双してもらうしかない。経験値はちょっと欲しいけど、これはちょっと生き延びることを最優先だな。お任せボタンとか絶対使わないし。一応ね、このこいつらの行動範囲のところ、2人入るともう絶対死ぬから、こっちかな。そうするとここは大丈夫でしょう。で傷薬を使って、で火の花も動かしておくか。こいつはちょっと当たらないところで、火の当たらないところで頑張ってもらう。よし、とりあえず2回攻撃が当たればなんとか倒せるな。おお、龍馬がガンガン攻めてんな。こいつらは基本的には動かないか。ここだな、多分射程内に入ると攻撃をしてくるんで。こいつの射程がどんくらいかだな。全然大丈夫だな、山だから。よし、ここに行こう。リンカが全く役に立ってない気がする。まあいいや、来た。無駄無駄無駄、いいね。今クリティカルが出たから多分一発で倒せたな。運が良かったな、力と速さが上がってるし。よしよし、今回いい感じだな。龍馬全然活躍してないけど、ここのね4人衆をどうしようかな。とりあえずまだ大丈夫だと思うんだよね。ちょっとずつ進軍していこう。火の花も安心して見てられる。あとはさくらがね狙われないようにしないといけないんで、さくらの救出を、まあ、龍馬に任せるっていうのも一つ手だな。ただまあ一応自分も行くか。おお、徐々に進軍を開始している。龍馬が多分右上を担当するから、でこいつの射程がこうだからこうだな。凛花も一応攻撃できる位置に行きたいから。あ、火の花一回攻撃になっちゃった。強いね龍馬兄さん、さすがだよ69とか。ほら、よしよしよし。あとは真ん中の4人さえ排除できればかなり安牌だな。おお、これ龍馬が無双してくれんじゃないの。一応傷薬を使って全回復しておこう。できれば1体ずつ呼びたいからな。ここら辺に置いて、おお、龍馬が狙われたトータルで80くらい上がったな。あ、いけない、まだ一歩ずつしかいけない。ちょっと待ってよ、ここ回避率すげえ上がるな。敵にかなり有利な感じになってるけど、この龍脈でこうか。いや、どうすっかな。とりあえず一体ずつおびき寄せたいんで、ここで一応こいつここに置いとこう。来た、よし、オッケー。あれ、やつは来ないか。あとこの2人の射程だから、
今度はこの右上に配置をして、でこうと、一応こっちですけど逃す可能性があるかな。うわぁ、後陣の陣っていうのを引いてきた。どうする、攻撃だな、攻撃あるのみで倒す。 80% なら当たる。これで防御ポイントが溜まってるんで、攻撃が1回防げるもんね。よしよしよし、うわ強い、さすがボスだ。これは攻撃を仕掛けるべきか、どうするべきか。倒せなさそう。回復しとくか、使おう。もうこれは命大事に、作戦は命大事にでいかないと。よしコツ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 当ててんな。よし倒した。おお、だいぶ慎重に攻めたな。主人公もう7レベルなんだけど、主人公しか上がってないけど大丈夫かなこれ。オッケー、とりあえずまだ戦死者は出てないな。6勝まではな、順調に行きたい気がするんだけど。5勝か、5勝確かドラゴンになるとこでしたよね、母がぶっ殺されて。まあカットはしますけど、ここもカット。さらばお母さん、いつの間にかドラゴンになっている。でどっちから攻めるか、ドラゴンキラー持ちか。そういえば左からとりあえず攻めるか。やっぱり一体ずつ、あれ防刃って組めるんだっけこれ。あ、組めない、単独か。一体ずつだな、そうすると。ここ一応アクアはサイドをかけられるところにいて、右の敵どうしようかな。リンカと鈴風全然レベル上がってないからな。いくか、許せぬ。そうか、龍馬兄さんに頑張ってもらう必要があんな。オッケー、お超強い、こんな強かったっけ。ドラゴンキラー持ちが来た、気を抜くな。確かに強い。さてさてどうしようかな。とりあえずこいつを倒しておいて、で、こいつは防刃を組んどくかな。リンカと速さが上がるのか。サクラと組んでもな、多分しょうがないからな。こうかな、そうすると。でこっちに行くか。でサクラ多分狙われるとかなり危険なんで、アクアで歌わせておいて、一応主人公入れる位置には行くか。これでどうだ、龍馬頑張れ。うわきつい、かなりきついぞこれは。うわ狙ってきた、うわ死んだ、リンカマジか。さよなら。このボスみたいなやつ龍馬に任せとこうこいドラゴンキラー持ちは先手必勝で倒せるはず。オッケー、でこいつダークマージだから射程にでも攻撃してくるんだよね。アクアの位置がまずいな、アクア死ぬのだけは勘弁だからな。ここサクラもちょっと待機させて、主人公に任せよこれは。うわ龍馬ピンチだ、あれアクア狙われた、危ない危ない危ない。一進一退の戦闘が下で繰り広げられている。アクアで歌って、アクアと主人公常にくっつけていこう。まあヒットポイントは減ってないから、ほらうおー、さらばだ龍馬兄さん。これ龍馬死んだの
セリフだけだといまいちわかんねえんだけど。これドラゴンキラーのやつどうしよう。届かないんだよな。しかもこれさ、防塵敷いてるじゃん。これ鈴風に おとりになってもらうしかないよ。すまん鈴風、国のためお前には死んでもらう。来た来た来た、あぶねえ。あ、死んだか。さらばだ。二人戦死者が出た。しかもうわ、これ何、造園まで来てんじゃん。これ先手必勝でいけるよね。ほらよし。これまずいな。アクアでサイドをかけて敵を減らしとく必要があるな。おお、ドラゴンキラーもしか、こいつも危ねえやつだな。本当にさくらなんてレベル1だからな。うおー、狙われたー。あー、やっべやっべやっべ、危ねえ危ない危ない、マジで危ない。これちょっと敵を排除することに専念しなくては。で、回復じゃなくて歌って左上のやつもぶっ倒す。ほらで、さくらで回復をさせつつ、こう見るとマジヒットポイント低いな。あ、やばいやばいやばい、死ぬ。オープンで、あぶやばい。さくら地道に回復していこう。ほらー、よし。いや、まあ、なんて戦いだ、本当に。で、春祭りで、春祭りちょっと回復量が少ないな、射程2ある代わりに。こいつどこまで来る？大丈夫だな。もう一旦、いや、おとりに出すか。19はさすがに食らわないだろう。うわ、射程2から攻撃してくるのか。ちょ、誤算だったな。くらえ。よーし、だいぶ世界がさっぱりしてきた。歌ってレベルアップ。もうアクアの重要なポイントはヒットポイントと守備、これだけ。他はなんか使わないから上がらなくてもいいよ。一応全回復しておいて、自分も回復させとくか。こいつどこまで、あそこまでか。回復させてから行こう。全回復になって、こいつ一応ここは大丈夫だよね。ここに置いて、アクアでここに置いて、これで攻撃を仕掛けて 70% か、外れる可能性あんな。さあ見せてみよう。よーし。で、龍馬は死んだのか、これ。凛花と鈴風はこれ多分死んだな、確実に。あ、龍すげえ強い。パーメーターがめっちゃ高かった、今。ようやく6勝に来たよ。あれ、こいつ来たっけ。さよなら、母さん。宿の神を手に入れた。こういうどういう下りで宿の神手に入れるんだっけ。あ、そうだそうだ、爆発したんだ剣が。よし、とうとう分岐点に来ました。戦死者がいるけど、あれ、龍馬生きてんな。さあ行くぞ。気をつけろ。お前死んだはずじゃなかったのか。ああ、吐く。よく。何を言う、へえ。騙され。さあ、どっちに行こう。ここはちょっとカットします。運命の分岐点。どちらにも協力しない。OK。先に白黒両方遊べって書いてあったな。狭間へ沈みゆく、どっちでもない間ってことか。あ、私は
私には裏切ることなんかできません。これまでずっと支えてくれたアンヤ王国の皆さんを、マークス兄さん、カミラ姉さん、レオンさん、エリーゼさん、小さい頃からずっと一緒だったんです。血はつながっていないのかもしれませんが、皆さんは大切な私の家族です。ああ、その通りだミカミックス、私たちの絆は血よりも濃い。なんだと。ミカミックス、お前は本当の家族を捨てるのか。アンヤに味方し、俺たちを敵に回すというのか。いえ、龍馬兄さんたちにも刃を向けるつもりはありません。何、みんな、皆さんは一緒に過ごした時間は短くても私の本当の家族です。龍馬兄さん、日の香姉さん、たくみさん、さくらさん、皆さんと戦うなんてこと私はしたくありません。そうだな、ミカミックス、俺たちだって思いは同じだ。はい、ですから私はどちらも選べません。家族を裏切るなんてことできるわけありません。そうか、半端者だなお前は。すみません。マークス兄さん、龍馬兄さん、二人とも剣を置いてください。きっと和平の道はあります。話し合いで解決する方法を。お、両方敵になるかこれ。最悪の決断だな。お前の考えは分かった。兄である私が断ち切ってやろう、お前の迷いを。させるものか。ミカミックスは俺たちの家族だ。お前たちになど絶対に渡さない。そんな。マークス兄さん、龍馬兄さん、面白い。両国の第一王子同士、ここで決着をつけようではないか。かかってこい。お前に勝利してミカミックスも国も守ってみせる。やめてください。兄さんたち話し合えばきっと。はあ、でや、結局こいつらが戦うってことね。ダメです、このままでは二人とも。止めるには戦うしかないのですか。え、結局俺も参戦すんのかよ。二人でやらせとけよ。二人の戦いを止めるためには注意をこちらに向けさせないと。ね、私たちの近くにいる部隊に攻撃を仕掛けてはどうかしら。部隊長を倒せば将である龍馬とマークスは私たちを無視できなくなるわ。どういうこと。お、なんか来た。お、ジョーカーじゃないか。ミカミックス様、ああご無事で本当によかった。ジョーカーさん、どうしてここに。無限渓谷で離れ離れになってからずっとあなたの行方を追っていたのです。少し手間取って合流が遅れてしまいましたが、ここからは私も加勢いたします。ありがとうございます。とても心強いです。いや本当に心強いよ。それで私はどちらの軍と戦えばよいのでしょう。両方だよ、両方。両方敵に回しちゃったんだよ。皆さん殺気立っていてどこにも味方がいると思えないのですが。はい、その通り、戦うのは両軍です。私はどちらにも味方はしません。両軍ですか、ミカミックス様、なんて無茶を。お前もとんでもない主人についちゃったな。ですが承知いたしました。ミカミックス様の敵は私の敵。このジョーカー、必ずやお役に立ってみせましょう。まあ、回復役だからな。5ターン以内に敵将2体撃破。5ターンっていう制限もあんの。敵将ってことはこういう雑魚キャラは関係ないってこと。こいつは関係あるか。え、敵将ってこういうサクラとかも含まれてんのかな。雑魚はダメでしょう、カウントされないから。どっちかに絞った方がいいのかなこれ。それともここの真ん中あたりで両軍が激突するから玉の利を狙うか。わからん。真ん中に行くと両方から挟まれそうだからな。ちょっと様子を見とこう。あ、防塵どうかな。でもな、歌うです。あ、来た来た来た、両方来たし。お前らちょっと待ってよ。体調器を最初に狙おう。もうこれは狙えねえし。あー、倒せんなこれ。いけ、やっとの神食らえ。ほら、よーし。でもこれ主人公で無双してもらうしかないよ。多分ジョーカーとかすぐ死ぬもん。減らしとこう。食らえ。これでおい、よーし。ジョーカー、うわ、来たー。ノーダメージ。うおー、やべ、これね、アクアなんだよ。頼む、死ぬ。死んだ。アクアが死んだよ、もう。さようなら。
いきなりアクアが殺されたら、これとりあえず雑魚を一人ずつ排除していくしかない。ほら、これ絶対ジョーカー死んだ。もう自分で無双するしかないよ。ほら、うおー、ジョーカー狙われた。とりあえずあの敵将は打ち取るしかないな。おお、ヒント強えな。こいつにもう無双させとけよかったかな。あー、ジョーカー死ぬな。これ下のやつに狙われてじゃなくて上のやつに狙われて、うわー、来たー。結局一人になっちゃったよ誰もいなくなった。そして誰もいなくなった。しかし俺はこのまま突き進む。白夜軍が攻撃を受けただと。ミカミックス、どういうつもりだ。俺たちと戦うつもりか。挟み撃ちに遭うとまずい。一旦攻撃を中止する。そういうこと。先に敵将を撃ち取ってればよかったの。倒したぜ。俺は今日から孤独な旅を続ける。辛い戦いでしたけど。本当だよ、みんないなくなっちゃったよ。なんとか止められたでしょうか。なぜだミカミックス、なぜアンヤに刃を向けた。たとえ血はつながらなくても私たちは本当の家族ではなかったのか。マックス兄さん、私はただ話を聞いてもらいたいんです。ミカミックス、どうして白夜を裏切った。お前の正義とは一体何だったのだ。違います。龍馬兄さん、私は白夜を裏切ったわけではありません。これなんかさ、最悪のケースになってない。両方から私は両方を裏切った形になってんだけど。ずっとお前のことを本当の兄弟だと思って。うう、全軍に通達、ミカミックスはアンヤを裏切った。マジかよ。以降はミカミックスを敵とみなす。速やかに捕獲せよ。そんな、ミカミックス、お前が連れ去られた時の身の裂ける思いは今も忘れていない。共に過ごせなかった時間を取り戻すことはできない。だとしても俺はもう一度家族として、いや、それはもう夢物語なのだな。皆に伝えろ、ミカミックスは白夜を裏切った。敵に回るならば戦うしかない。兄さん、私は待って。ミカミックス、今は無理よ。二人にあなたの言葉は届かないわ。ひとまずここを離れましょう。捕まるわけにはいかないもの。あ、マークス兄さん、龍馬兄さん、死体を二人連れていかないといけないからな。どこ行くんだこいつらは。なんとか逃げ切れたけど、すぐに追っ手が来るはず。というかさ、マークス馬に乗ってんだからさ、絶対逃げ切れないでしょ、走ってるだけじゃ。ミカミックス、このままじゃ両国から敵とみなされたままよ。しょうがねえだろ白夜とアンヤ、どちらかを選ぶしか道はないわ。そうしなければあなたは何もかも失ってしまう。いえ、道はもう一つあります。このままどちらも選ばないという道が。ミカミックス、はい、白夜王国の皆さんは私の家族です。アンヤ王国の皆さんだってそうです。たとえ全てを失っても、たとえ兄さんたちに軽蔑されても、私には選べません。だから選ばない道を行きます。全てを失っても構いません。そう決めたんです。いや、もう全て失ったよ、一人ぼっちだもんそう、何かを成し遂げるためには全てを失う覚悟は必要ということね。そう、そうなのか。私のお母様もアンヤを守るために命を落としたわ。でもお母様は後悔していなかったと思う。自分の愛したものを守り抜いたのだから。ミカミックス、私も覚悟を決めたわ。あなたが選んだ道を私も一緒に進んでいく。アクアさん、残念ながらお前はもう一緒に進めないよさっきの戦いで重傷を負ってしまったからな。これで始まりか。こいつはでもな、仲間になってくんないんだよな。リリスさん、どうしたんですか。え、リリス、給食係のリリスのことですか。まさかこの獣が。はい、実はそうなんです冗談はおやめください。リリスは人です。このような獣であるはずが。話せば長くなるのですが、こういうことなんです。この光は一体。これも話せば長くなるのですが、お前らはもう城で休んでろ。場所が変わった。ミカミックス様、ここはどこなのです。
詳しくは私からお話しします。実はというわけなんです。なるほど。ではこの地は異界ということなのですね。ミカミックス様、これからミカミックス様と仲間の皆様はご自身が定めた道を歩まれます。私も何かミカミックス様のお力になりたいのです。これは一緒か。真っ白のものを作れということで、じゃあとりあえず第6章ですね、終わったところで。もうすでに一人ぼっちになっちゃいましたけど大丈夫かこの先やっていけるのかっていう不安がかなりありますけど、てかもうアクアが死んでるからかなりやばいっすね。まあでもしょうがない、やっていくしかないんで覚悟を決めますってさっき言ってたしね誰かも。というところで今回はこれで終了したいと思います。